充電の端子がなかなかはまらない。そんな時にはこちら、充電式マグネットケーブル、はい、こんな感じで一発ワンタッチでつけることができます。 Amazon のリンク貼っておきます。こいつ、これなんですかね、これね。本番いきます。データ転送もなんとできちゃいます。カメラ OK、 音 OK、 ヤシ OK、 よーしスタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回紹介したい商品はこちら、マグネット式充電ケーブル。充電ケーブルです。いやいや監督待って、充電ケーブルなんていっぱい持ってますっていう方、こちら今から効果をお見せしたいと思います。もう見た後は欲しくなること間違いなし。実はですね、監督もですね、他の YouTuber の動画を見て速攻でポチってしまいました。それくらいですね、あると暮らしが便利になるガジェットです。では早速開けていきたいと思います。オープン。シンプルです。箱とこのケースですね。そして中身はこちらのみ。マグネット式充電ケーブル。はい、こういったものですね。見ていただきたいのはこちら。こいつ、これなんですかね、これね。実はこれが今回の肝なんですよね。片側に関しては皆さんおなじみの USB です。しかしこちら見てください。あれ、なんだろうって思いませんか。実はこいつ、マグネットの充電の端子なんです。例えばですね、スマートフォン、この3つ端子がですね、ついているのですが、こちらをスマートフォンの端子に挿します。差し込みます。はい、そしてですね、まあ、今はですね、モバイバルバッテリーを使っていきたいと思います。電気がつきました。この状態で先ほどのスマートフォンにこいつをつけるとですね、ちなみにこれ、ライトがうっすらと青く光ります。ミラクル起きます。いきます。はい、この素晴らしい点、皆さんお気づきでしょうか。現在監督が持ってる Amazon の Kindle なんですけども、差し込み口が台形なんですよね。で、毎回正直そんなこうやって見てやる人なんかあんまりいないですよね。なんかこうやってして、あー、もう入らねえな、あれあれあれってね、この煩わしさ、これがですね、解決します。この端子を差し込んで、はい、近づけるだけで、はい、充電ができちゃいます。これだよ、これもう、これ近づけるだけでもペタ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 くっつきます。やばくないですか。対応端子はマイクロ USB、 タイプ C、 ライトニング、この3つとなっております。片手でもですね、簡単につけれます。ちなみになんですけども、今回のタイプはですね、直差しなんですけども、種類によってはこうやって横差しにね、この端子がくっついていて、こうつけるだけで充電できちゃうものもあるので、例えばそのゲームをしながらやりたい人はこれだったら結構邪魔ですよね。こういう横差しのやつで買ってゲームをやるっていう方法もありますので、こちらですね、充電ポートに近づけると磁気でくっつく仕様となっております。今回監督が購入したものは長さが 1.2、 はい、これくらいあれば大体使えると思いますね。コネクタはですね、円形設定、360度回転の端子で簡単な取り付けが可能となっております。そしてケーブルは高耐久、柔軟性のあるナイロン繊維が使われております。ケーブル単体の巻きつきづらく、摩擦も起きづらい仕様となっております。あとですね、はい、スマートフォンを充電しているとき、例えばこれをですね、充電コードに挿しているときに足がかかってパーンってスマホがね、飛んでくときってありませんか。監督も何度かあります。ですが、このですね、普通の端子ではなく、今の一瞬でマグネットが2個紛失したぞ。皆さん、今ですね、外して置いたんですけども、消えました。下にいたよね、さっきね。加えてなんか元が持ってったとかないよね。こちら DJI オズモポケットにもですね、こういった仕様になっておりますと、はまらないというところがありますので、種類によって気をつけてください。体重計、こちらもですね、マイクロ USB の端子なんで、こいつを、あ、これもちょっとこの端子がこれ埋め込まれているタイプなので差し込みできませんでした。というわけでですね、結構よく使って充電も頻繁に行うので、ずっとつけておきたいと思います。逆、あれあここについてた。下にいたよね、さっきね。加えてなんか元が持ってったとかないよね。
すっごいシンプルなミスをしました。ありました。というわけで、監督はですね、このタブレットに関しては常にこのマグネットをつけて、今後ですね、この煩わしさ解消していきたいと思います。ちなみになんですけども、こちら、USB の充電ケーブルということですが、スマートフォンにつけた状態で、こちらの端子をですね、USB なのでパソコンに挿しますと、データ転送もなんとできちゃいます。例えばですね、スマートフォンに撮った写真をパソコンに保存したい場合ですね、パソコン側もこいつがスマートフォンと認識されておりますので、写真の転送をケーブルでできるというわけなんですよ。充電ケーブルとしての役割と、もう一つ転送ケーブルとしても役立ちます。で、今回監督が購入したマグネット付き電源ケーブルなんですけども、1000円切って買うことができました。他のメーカーさんからもたくさん出されておりますので、あ、2、3本欲しいなと思ったらですね、セットで売ってるものもありますし、横にくっつくタイプのやつもありますので、このレクシーっていうブランドなのかな、カラーバリエーションが3種類あります。ゴールド、ブラック、レッド。ゴールドを選んだんですけども、これピンクじゃないって思うんですけども、ゴールドかな。公式サイトにはですね、180日以内なら修理が可能です。そして60日間は返金できますので、興味がある方買ってみてはいかがでしょうか。リンク貼っておきますのでぜひご覧ください。はい、というわけ で今回はですね、めちゃくちゃ便利なガジェット、マグネット式充電ケーブルを紹介させていただきました。興味がある方はですね、ぜひ概要欄ご覧ください。この監督ラボではですね、他に様々なおすすめしたい商品をたくさん出しておりますので、興味がある方チャンネル登録をポチッと押しまして、ぜひ他の動画も見ていただきますと嬉しいです。というわけで、また次の動画で会いましょう。はい、これなら近づけるだけで、これこっちじゃない、こっちじゃない。というわけでですね、こちらワン、今回このケーブルパーンって飛んでいくとき、充電ケーブルの違和感ある。持てた？マグネットどこ？マグネット、マグネット、おい、ちょっと待って、マグネットどこ、ちょっと待って、マグネット消えた。ちょっとマジで嘘でしょ。